まだ根に持ってんの？逃げ足だけは一二枚の奥に。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍。酒井仁と申す。これはこれは。失礼しました。あっしは検事。信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山氏。タカをあざもうらから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。んほら行くよ。荷を改めぬのか。ご心配なく。何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が来たようで。もっとよこせって。もううるさいのなんの。敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できたなあ。本当にやるつもり？タカのためだから。アザモウラはどのような有様だ。歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いているやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね。あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。猛虎だ。はあ、二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。構えて。荷を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってなに。おい、止まれ。ナースだ。ナース、ほれ酒だよ。酒か。ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。そろそろです。静かに。ボンコ、ボッサディッチ。まさかうまくいくなんて。ああ、ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。まずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご分を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら俺が死ぬんだろ。分かってる。この上見て、門のそば。あれが一人の頭か。クズめ。
あやつ捕虜を品定めしておる。鷹のところに行くかも。追うぞ。きっと鷹は無事だ。肝が小さいから行くぞ。おい、どうした？鍛冶屋の鷹という男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、鷹がいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だから鷹を殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、鷹がやられる。離れるな。抜け道を探す。
ベンネコール。休ませてくれ。だから。やめてくれ。姉さん。タカ。何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。この近くに門か。ではそこから出るぞ。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。もつらい。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。お前はいい子だな。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。
飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだな。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。ユナとタカがおる。いさかいか。待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かえば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ？村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。いやだね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたのだ？そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦いそうにないね。すべて一人で討ち取ったとは見事だ。稽古したから。矢の余りはあるか？使ったやつは引っこ抜いてまた使うのさ。それで十分。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まった。生きてた？猛虎は行った？しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか？ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。
さすれば地の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。酒井様、姉さん。タカ、あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので。叔父上を救いたい。兼太の木に囚われておるのだが、守りが固く、人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる。嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。言うな、戦の支度を。できてるみたいです。幸男か。はい。タカが火事場で待っておる。お待ちを。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。あや、誰だ。知るかよ。じゃあ隠れろ。足を止めるでない。猛虎に見つかった。ここにおれ。幸男の使いだ。生きてるの。ついてこい。火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。このお方の強さといったら、まるで鬼だよ。沈まれ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。
ネギオン発進だ。誰が相手だ。オントンとシェウヘ。生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユノはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何、戻るまで火を入れるな。火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍、侍はどこだ。嘘をつくな。お前の仲間を痛むぞ。侍なんて知らない。村の奴らはどこに消えた。知らないよ。どうぞ。お願いだから殺せ。保証
まだ気を抜くでない。火事場まで行けるか。ええ、なんとか。お侍さん、みんなついてまいれ。見せしめにするために。あの方は何者なの？話せば長くなる。殺し方が無能、人じゃないみたい。そうかもね。You, huh? I just better keep it. Sergeant! 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 Sergeant!
さん、心配させやがって。火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよ、ここで猛虎を迎え撃つ。うん。
お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は蒙古を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろ。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から切られている。堺は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不備来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。お前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。タカが仕事を終えるまで叔父上をお助けにはいけぬな。ユナに話を聞いてみねば。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。叔父上が自由になれば皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな。石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるがご助力くださる。年寄りの弓取りとヤモメの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。中にあって話は後で。酒井様、打ち終わりました。
お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか。手前で試しました。オオサメを鍵縄です。良いものだな、仮ができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛みいるぞ。ジン、どこにいる。龍蔵。ジン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。これで我らも地方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。おじ上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。おじごも囚われのままだぞ。場所は八立砦の近くだ。よし、わかった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか。ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上。いかにして助けるつもりだ。戦える奴はまだ残ってる。近くの四辻で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった。あの地図覚えてるか。補給路が記されておったな。飯はあったか。ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる。昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ。好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ。それがどうかしたのか。覚えてるか。武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で撃ってきて腕が折れかけたぞ。加減すれば誰もが気づいただろう。だからって本気で撃つか。負けるわけにはいかなかった。俺ごときにってことか。そうは言っておらん。生まれのいいお前と違って、俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって。嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった。なんでだろうな。お前松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か。ヒロと心臓は逃げた。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと。俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や山や上で死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は。おら、落ち着け。時期暗くなる。出立はできそうか。手立ては道中で話そう。
よし、てめえら行くぞ。どうやって救い出す？どうやって？策を出すのはお前の役だろう。うん。砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。うん。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？お前は猿か？役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけば狼煙を上げる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。飛び越えられぬか。だが鍵縄を使えばいけるはず。お、うまくいった。これは使い手があるな。岩場に渡れそうだ。
菅笠衆はどこだ。本当に歌っておる。檻は散らばっているようだな。Энтер самурай болохтой алдаа төрдий. Тэр тэнд байгаа юу? Ахиад учруул үхтэл болгоно. Тэр харагдахгүй байна. Араа яг толгойг нь авах. Одоо болгоны ардууд болно тэрний. Тэд харвас вэ? Энэ үхчихээ! Үхсэн бол самурай! Бүгд залаад хайж ол! Нүүгс! Нүүгс! Түргээд! Сумтэр хавас дэсчэрсэн! Бэд байн бэдэн гэж мэд! Нүгэ самурай чин нам сумтар байн! Сумун хүрлцгүй штэ! Сумуу да! Үмнаасын бол говчин! Эндээс бултар чадахгүй! Асыг алуурсан ойр байд! Оцгүй! Нэг хүн сум талжаа! Тэг нь бидэн зүү харвад! Ой! Өнөө гэгч харсаа!無事のようだな。ええ、なんとか。
竜像を入れよう。誰が相手でも臆すること。よし竜像、いつでも来い。門を開けねば。地頭の老いは必ず捕らえる。いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった酒は持ってきたよな一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ、拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だが、どうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれぬ。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。